おはよう。おはようデボルさん。あんまり走ると転ぶよ。大丈夫。子供は元気が一番ですね。見ているだけで私も元気になりますよ。子供は元気が一番。この広場すべてを畑に作り変えれれば食料不足を補えると思うんだけど、耕すのに時間がかかりそうだ。自分にもヨナちゃんのような娘がおったらよかったのにな。ここだけの話、商店街は他の門よりトラブルが起きにくいから基本的に暇なんだよな。狩りへ出る前にはちゃんと道具類を揃えることをおすすめするよ。また買いに来てくださいね。あら、今日は狩りではなくてお買い物？図書館でポポルさんが呼んでいたよ。ポポルさんのいる図書館に行かなきゃ。彼女のためにもたくさん稼いでお金持ちになりたいと思うけど、なかなかうまくいきません。やっぱりコツコツと貯めるしかないですかね。お金なんていらないわ。彼と一緒にいられることが一番の幸せだもの。
ここの書物からは過去の素晴らしい技術が読み取れるんだが、今はその技術の欠片も残っておらん。不思議なことだ。おはよう。最近ヨナちゃんの調子はどう？うん、相変わらず咳が止まらないんです。そう、心配ね。うん、少しでもヨナが元気になればいいんだけど、僕には何もできない。そんなことないわ。あなたは立派なお兄ちゃんよ。そうだ、今日はこれを頼みたいんだけれど、商店街から仕事の依頼があったの。北平原の羊から肉を取ってきてほしいそうよ。分かった、すぐ行くよ。北平原に行くなら地図を持って行って、必ず役に立つわ。あ、それからついでに依頼の人から薬草を3個買ってきてもらえる？ちょうど切らしちゃって。はい、これがお金よ。こんなにいっぱい？お金が余っちゃうよ。余ったらヨナちゃんへの薬草でも買ってあげなさい。それはお願いね。いつもありがとう、ポポルさん。急にどうしたの？身寄りのない僕ら兄弟を気にかけてくれて、僕らポポルさんや村の人にはとても感謝してるんです。困った時はお互い様よ。みんな早くヨナちゃんの元気な姿が見たいのよ。だから頑張ってね、鬼。うん、わかった。じゃないか、ちゃんと家で寝てなきゃ。ほら、服のリボンもほどけてるぞ。ごめんなさい。でもヨナね、病気を早く治す方法を探してたの。ヨナ大丈夫。ヨナは心配しなくてもいいんだよ。いっぱい食べてよく寝たらちゃんと良くなるから。本当？もちろん。それじゃあお兄ちゃんは仕事に行くから、おとなしく家に帰るんだぞ。うん、今減り続ける人口と蔓延する奇病が世界を悩ませているらしい。魔物と呼ばれる黒い化け物も人々の生活を脅かすようになってきた。でも僕にとって気がかりなことはただ一つ。妹のヨナと一緒に今日をちゃんと生き延びられるかどうか。子供だけで生きていくのはいろいろ大変だけど、優しい人の多いこの村でならなんとかやっていける気がする。いや、やっていかなくちゃならないんだ、ヨナのためにも。
羊の肉は集まったし、村に戻ろう。魔物がこんなところにも。魔物が村のこんな近くに現れるなんて。安心して帰りにも行けないな。お店の人に肉を届けに行かないと。羊の肉集めてきたよ。助かったよ。偶然の羊肉ブームでね。これ少ないけど取っといてくれ。あとポポルさんにもお礼を伝えておいてくれるかな。うん、伝えておくね。あら、今日は狩りではなく狩りへで。買いに来てくださいね。羊の肉届けてきたよ。あと薬草を3つだったね。よかったわ。これで少しは食料不足も抑えられるでしょう。薬草も助かったわ。ありがとう。今日のお仕事はこれでおしまいです。お疲れ様。ヨナちゃんのためにも早く帰ってあげて。ありがとう。Thank you.
何か面白いことあった？お外の世界のお話ない？ヨナ、今日もちゃんと本を読んで待ってたんだけど、全部読んじゃった。あ、そうだ、昨日ポポルさんに月の涙の伝説を聞いたよ。月の涙？それ何？花の名前だよ。その花を見つけるとお金持ちになれるんだってさ。月の涙を見つけたらヨナの好きなものを何でもお腹いっぱい食べさせてあげる。ヨナ、病気が治るお薬が欲しいな。うん、どんな病気だって治す薬も買えるよ。ヨナ、どうかした？じゃあ今日もポポルさんのところに行ってくるよ。今日はおとなしくしてるんだよ。野菜が安いって聞いたんだがな。鍵がかかっているみたいだ。今日も何か手伝えることありますか？あるにはあるんだけど、ちょっと大変なお仕事なのよ。大丈夫、任せて。本当に？北平原の橋が壊れているのは知っているかしら？うん、柱が腐って落ちちゃったんだよね。その橋を大工職人さんたちが修理していたんだけど、そこに運悪く魔物が現れたの。え？あんなところにも魔物が？ええ、曇っていたから
魔物も活動できたみたい。そのうちの大工さんが一人大怪我しちゃったの。それでみんな身動きが取れなくて。僕が魔物を倒してきます。でも危ないわ。大丈夫、僕は剣の腕だって鍛えてるから。村の誰にも負けないくらい強いんです。昨日だって村の入り口にいた魔物を倒したんだ。そう、本当に大丈夫なの？任せといて。片付いた。これで当分は魔物も出てこないだろう。お帰りなさい。ただいま。大丈夫？怪我はない？大丈夫だよ、ポポルさん。
あなたが出た後すごく心配になって、やっぱり頼むんじゃなかったって。平気だよ、ポポルさんは心配性だな。無事で本当によかった。そうそう、大工さんたちがあなたにお礼ですって。ああ、ありがとう。これでヨナちゃんに美味しいものでも食べさせてあげて。そうだ、ヨナちゃんって言えばお昼にここに来たわ。え、ちゃんと寝てろって言ったのに。まあまあ、なんだか私に聞きたいことがあったみたいよ。聞きたいこと？外の世界の話を聞きたがってたわ。村の外の？そう、なんだか熱心に聞いてきて。ああ、また変な本を読んで変な興味持ってないといいんだけど。もちろん村の外に出ちゃいけないって言っておいたから安心して。よかった、早く帰ってあげて。ヨナちゃんも心配しているわ。うん、ありがとう。ヨナ、どこ行っちゃったんだろう。まだ図書館にいるのかな。ここにはいないみたいだな。ポポルさんに聞いてみよう。ポポルさん、ヨナが家にいないんです。え、どうした？何か心当たりはないですか？お昼にここに来てからは見かけていないけど。その時何か言ってませんでしたか？そうね、月の涙が咲いている場所を聞かれたわ。昔は石の神殿のあたりに咲いていたっていう話をしたんだけど。月の涙の話をヨナが？そんな、まさか。どうしたの？昨日、月の涙を見つけるとお金持ちになれるって言い伝えの話をしたんです。え？それで何でも治す薬も買えるかって聞かれて。じゃあヨナちゃんは？まさか自分の薬を買うために探しに行かなきゃ。石の神殿は東門から行くしかないわ。ありがとう。
ヨナ、東門に行ってみよう。ヨナ、まさか本当に石の神殿に行ったんじゃ。崖が崩れてて先に進めないぞ。まさかヨナはこの隙間をくぐったのかな。他に先に進める道を探そう。ここにいるんだ。
こにも魔物が。こんな危ないところにヨナ。Thank you.
ここから外に出れそうだ。梯子が壊れてる。上に登るには何か台になるものがないと。Yeah.
か。痛い、痛いではないか。邪魔だよ、ヨナ。こら、待たぬか。我を無視するつもりか。選ばれし存在である我を害虫のように扱いよって。ヨナ、大丈夫？ヨナ、ヨナ。まったく、これだから人というの。目の前の課題を一人でやり遂げようという心が。どうやったらヨナを助けられるの？我が魔物どもを一掃すれば、あの魔法銃を解けよう。そんなことできるの？我を誰と心得る。力を与えし、城の書であるぞ。見くびるでない。早く何とかしてしろ。我の名を略すでない。どんどん魔物が出てきてるよ。我に歯向かうとは愚かな。真羅万象を言葉で収束できるこの城の書を相手に、相手に。どうしたの？思い出せぬ。お前が力任せに打ったせいで記憶が飛んだらしい。そんな。とにかく何とかしなきゃ。シロはあの黒い魔物の血を吸ったの？どうしたの、シロ？大丈夫？しっかりして。どうやら我は黒い奴らを倒すと力を取り戻せるらしい。これは魔法の力？これこそが偉大なる我が城の書よ。待ってろヨナ、すぐ行くからな。これで終わり。簡単にはいかぬらしいな。
きなり襲いかかるとは知性で感じられることだ。とはいえ2匹を同時に相手にするのは骨が折れる。あれは防御結界。何それ。防御結界の敵には剣も魔法も用をなさねえ。じゃあどうすれば。防御結界を張っている奴は動くことすらできる。動いている方から倒せ。落ち着け。頭に血が上った方の負けであるぞ。避けよ。何をしておれ。避けよと伝えたではないか。急に来られても避けられないよ。今だ。とどめを刺すのだ。動く石像に喋る本か。蹴散らせ。まず小さい奴らを倒せ。怒ってる。怒りは負のエネルギーだ。恐る。謝るのは僕の方だ。ごめんね。怖かったね。何やら剣飲であるな。この神殿古そうだもんね。早く出よう。間に合ったようだな。
た。なかった。お兄ちゃんをお金持ちにしてあげたかったのに。ごめんね。ヨナ。なんだこれ。国門病か。うん。いつからだ。変な咳をするようになったのは。その病にかかった人間は全身に黒い文字のような文様が広がり、やがて死に至る。うん、知ってるよな。今はそっとしておけ。どうしてヨナ、何も悪いことしてないのにと、僕たち兄弟ばかり、なんでこんな目に。我とて助ける方法があれば助けてやりたいのだが。